東山線ホーム名城線ホーム、本山駅は、愛知県名古屋市千種区四谷通り1丁目18の1にある、名古屋市営地下鉄の駅である。東山線と名城線が乗り入れる。東山線には、H16、名城線には、M17 の駅番号が付与されている。当駅のインパクトカラーは、東山線、名城線ともに桃色。東山線は、相対式ホーム2面2線、名城線は島式ホーム1面2線のいずれも地下駅であり、東山線には可動式ホーム柵が設置されている。名城線ホームは地下約23メートルの位置にある。これは桜通線の丸の内駅に次ぐ深度である。駅敷地内にファミリーマート名古屋本山店が2019年3月31日まで営業していたが、同年7月31日からは、セブンイレブン名古屋地下鉄本山駅店が営業している。当駅は、名城線南部駅、勤区名古屋大学管区駅が管轄している。東山線駅名標名城線、駅名標本山ボール大久保本山、マックスバリュー本山店が隣接し、一番出口と店舗の入り口が直結している。名城線名古屋大学駅開業以前は、名古屋大学への最寄り駅であったことから、名古屋大学へ向かう山手グリーンロードは学生向けの店が多い。この付近はバブル期に高級な店や芸能人が運営する店が数多く出店したが、経営は順調とは言えず店の変化も大きい。一方、駅北側の猫堂通方面は閑静な住宅街となっている。また、名古屋地方気象台が位置しており、名古屋の天気はこの付近の天気を指す。猫、ほら2、四谷通りを頻繁に走っていた市営バスのうち、やごと11系統は、名城線環状完成時に妙見町もしくは、名古屋大学止まりとされ、本山駅付近のバス便は、全体として少なくなった。この北側の通りは、市内有数の霊園である、平和公園へと続いているが、バスはほとんどない。広小路通上にある JR バスの本山バス停以前は名古屋大学の最寄り駅として利用者が多かったが2003年度以降、名城線の延伸によってその立場を名古屋大学駅に譲った。しかし利用者数は年々増加傾向にある。乗り換え人員は含まない。ありがとうございます。